助けたいとかで動き始めるとさ、うんうん、なんか使命感じゃん、はいはいはい、やんなきゃいけないみたいな。そうですね。いやいや、もう人間なんつうのはそんな他人のことだけで生きていけんから、うんうん、俺も絶対自分が一番大事やろって本当に思ってる人だから、だからそうそう、僕は困ってる人を救うことを生きがいにしてとかってやつあんまり信用できないと思ったから、うーん嘘つけお前絶対逃げるやろって思って俺はもう堂々ともね、もう手に負えなかったら逃げるからと思ってるから宣言もしてるし。あ、そうなんですね。俺が大事だもんだって。うん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 。へえ、そういうスタンスってあるんだ。だってそうだもん。だってそうだもんって。なんかもう全然超個人的な話なんですけども、こうなんか男女っていうのは全然違うんだよみたいな。で結構こうなんか僕もまあ何人かこうね女の子と付き合わせてもらったりして、こうなんかこんなことがあったのみたいな話されるじゃないですか。でそしたらなんか、じゃあそれだったらこうしないんじゃない、ああしたらいいんじゃないって言ってたら、なんかそうじゃないみたいな怒られる。こうあるあるを経験して、あ、女の子にはこう寄り添わないといけないか、聞いてるだけでいいみたいな感じですね。あ、そうなんだ、大変だったね、あ、そういうことも必要なのかなって思ったりしてたんですけども、なんかある意味そういうことじゃないってことですよね。そう、なんそう、でも俺は女性関係でいろいろ失敗してんだけどそうなんですか。そうそう、失敗してんだけど何があったか気になるな。いやいや、いろいろあるよね。なんだろうこの仕事始めてもいろいろあるもんね。どういうことですか。いや、あるよ。だってもうなんかめちゃくちゃ好きになられたりとかも。あるよ、ね、まあありそうだな、この人にならついて大丈夫みたいなね。めちゃめちゃある、はい、あれで家庭の危機だみたいなやつとかになりかけるととかもあるもんね。おいや、それだいぶ最初の頃はあったけど、最近は全くないけど気をつけ始めたんだよ。あ、ちょっと予感を感じたら、そう、そう、あ、もう最初から言うようにしてる。俺のこと好きになりかけてるやろ、お前みたいなことであかんからな、みたいな話とかかっけえな。そう、最初からそれ言うともう向こうね、もうそこで止まるからそんなわけないでしょ、みたいな。そう、その関係でいこう。すげえ。昔はその線引きがなかったから、はい、そうそう、やべえ、みたいな。あ、これどうしようみたいなやつ結構あったけど。 あったんだよ。あ、あら、もうなんか、なんだろう、 もうついてきちゃうの、連絡来るみたいな。めちゃめちゃ来る。ああ、なるほどなるほどねえ、ねえ、やっぱそんだけね、話聞いてくれて、なんかこの人だったら心を打ち明けてくれるって、まあなっちゃうんでしょうね。そうそう、危ねえと思うよ。危ねえすげえな、もうそんなやってみないと分かんないからね、こういうのもね。あ、こういうことだ、こういうことしてるとこういうことが起きるんだ、みたいな。好きになられちゃうんだ、ね、そうそう。で、同じこと繰り返すほど俺はバカじゃないから。そうそう。あれみたいな。こういうこと、これ前もあったぞ、みたいな。そうそう。お前、ちょっと好きになりかけてるやろ。行ってみて。よかった、頭おかしいけどね。本当です。そんなはずねえだろ。そんなはずねえだろで済むんだったらね、それで済むのね、一番いいからさ。そうなんだ。なんかこれからこんなことしていきたいなとか、こうしよっかなみたいなのってあるんですか。いや、あんまりない。あんまり、とりあえず今、あんまり先のことを考えずってことがあんまりなくて、ちっちゃい時から。おうおうおう。そうだね、ちっちゃい時だって殴られるし飯も食いねえんだから、今日どう生きるかで精一杯みたいな、うんうんうん、明るい未来なんか想像できないみたいな、うんうん、むしろ逆に想像すればするほど現実とのギャップがひどすぎて泣けてくるみたいな感じだったから、そうか、ね、じゃあ残された選択肢はもう目の前をことをこうちゃんとやるっていうことに限られるわけで、うんうん、もうそれは未だにそう。で、俺未だになんか先の予定立ててその通りになった試しが一個もないし、じゃあもうなんか先のこと考える時間無駄じゃねみたいな。確かに。でも今この瞬間が楽しかったらさ、それを積み重ねてってトータルで楽しくなかったことになるわけなんかないんだから。確かに。そうそう。って考えたら先見て、そこにたどり着けなかったとかへこむ可能性があるんだったら、先も見ない。毎日楽しく過ごしてって、それを蓄積してって更新していくみたいな。そうそう。だって人の間だってそうだよね。一軒家で誰でも来ていいよって言ってる時に、じゃあ9年後になんか窃盗犯が止まってるとかさ、ヤクザが止まってるとかさ、こうなるかなんてこれっぽっちも思ってなかったわけで、夢にも思ってない。DV で逃げてきた人が駆け込んでくるとか思ってないんだけど、ね、だから未来なんてそんなもんでしょ、うんうん、9年前の自分がそれを思い描いてこれを設計できたかって言ったらできないわけで、うんうん、
でも逆にさ、なんか目指すものを作っちゃったら、もしかしたらこの人と出会えなかったかもしれないわけじゃん。なるほど、確かにカチカチにしちゃってね。なんか可能性を逆に潰すことだってあるんじゃないのと思ってて。そうね、だったらなんかここをずっと繰り返してる方が良くないみたいな、うん、全部受け入れるときはなんかいろんな可能性できるやろみたいな、うん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 、そんな感じよ。いや、なんかちょっと最近の僕のちょっとなんだろう、あ、こうかもなっていうのに今すごい来てしまった、重なってて来ちゃった。いや、そうなんですよ。ハワイ、なんか別にハワイに固執しなくていいんじゃね、うん、だからさっきからなんでハワイなんて思ってたの。そうそう、なんか本当理由はないんですよ本当に。なんかもうビビッときた以上なんですけど、こだわりや、こだわり。そうそう、なんか行っちゃったしみたいな、うん、なんだろうね、うん、なんか今、まあ、去年突っ張れられたのもすごいあると思うんですけども、うん、ハワイに、うんうんうん、なんか今は別にハワイすぐに来てみたいな全然なくなってそう、なんか今モバイルハウス楽しいし、うん、なんかこうやってモバイルハウス通していろんな人に会うっていうきっかけ作ったらそれも楽しいし、うん、絶対そっちの方が面白そうな気が、俺はするでしょですね。まあなんかそうから結構固執してたところあるんだなとか、うんうん、なんか言っちゃった責任感でとかあるけど、自分の心に聞いたら、うん、今別にそれしたいわけじゃないなみたいなのはちょっと実は感じてます。感じ始めてた、うん、そうそう、固執するとさ、うん、なんか縛られるよね。そうっす ね、 ねそれやんなきゃみたいな。そう、縛られると焦るよね。うん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 、それにね、できてるかできてないかとかって判断基準ができちゃったりするから。はい、なんかもうなんかそんな気分かったら楽よ。どうなってもまあそうねみたいな、うん、そうだよね、そうなるよねみたいな感じでそうだな、なんか基本怠慢やから、なんか目標立てた方がいいのかなとかもやっぱ思ったりもするから、ちょっとジレンマありますね。いやいや、俺もめちゃめちゃ怠慢よ。怠慢をこう受け入れることよね、まずまず自分の怠慢を。別に怠慢じゃダメだと思い始めた瞬間に俺は辛くなるからできてない自分を思い知らされて辛くなるから、俺今日ここどかでも子供たちと一日中カードゲームとかしたりとかしてて、うん、なんだなんかしなきゃいけないとかって思ってた時期は、帰りとか絶望感になって帰って何してたんだ、何やってんだみたいな大人としてダメやろみたいな同学年はねって、歯食いしばって働いてんのに俺今日一日何してたっつってカードゲームしとるぞ俺と、あかんやろみたいに思ってたけどでもまあよくよく考えるとそれも大事よねでもそれをこれが大事だからやるんだってやり始めるとまた変わってくるのね。あ、これは重要なことだよなと。そう、子供たちにはね、こういうのを通じて子供たちとコミュニケーション取れるか大事だって考え始めるのも違うんね。違うと。で、もういろいろ考えた結果、もう仕事とかそういうやんなきゃいけないとかやめようと思って。おそう。で、結果的にもう結論で見ようと思って物事。うん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 、でも昨日周り、結論は誰かが見せてくれるかって言ったら周りが見せてくれて、うん、周りが俺を見て何言ってるかって言ったら素晴らしいって言ってくれてるんだから、うん、これでいいや。認めてくれてると。そうそう、怠慢でもうやりたいことやってるけど、もうそれでいいらしいぞ、やらじゃあそれでみたいな。うん、でも自分でなんか素晴らしいことやってるという自覚がありながらやってるかって言ったら全くそんなことない、ないんだ。うん、家開けて誰でも来ていいよって言ってるだけ、まあ、それだけ言っちゃってるから、それだけだからあんたは来ちゃダメとか、うんうん、そういうことやると中途半端な感じになるから、うん、もういいよ困ってる、何でもいいよっつって、やつだ、うん、いいよっつって、うんうんうん、人殺すならダメみたいな、そんな感じでいいんじゃないっていう。そうね、なんかさっき話聞いてたら、その結構壮絶な幼少期があるじゃないですか、うん、なんかでも今それが全く想像できない、こう明るい人柄じゃないですか、うん、もうずっとでも明るかったわけじゃきっとない。明るかったよ。え、そんなきつしんどいことがあっても明るかったんですか。なんかね、ちっちゃい時にね死のうかと思ったことあって。ええ、いやだってもう辛すぎてさ、殴られてるでしょ。何歳ぐらいの時ですか。いや、ちっちゃい小学2年とかじゃないかな。そんなちっちゃい時に、うん、でもなんか死ぬのが怖くない。死ぬの怖い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 でしょ、うん、怖い。死ぬのがめちゃくちゃ怖かったもん俺その時、うん、死にたい気持ちもあるけど死ぬのがめちゃくちゃ怖いっていう気持ちがあって、うん、うん、でも怖いから死ねなかったから、じゃあ生きるしかないってなんとなく思って、うん、でも家の中で生きようと思っても無理と思って、うんうんうん、外で生きようと思ったら、うん、外でどうやったら人気者になれるかなとかって考え始めると、うん、面白くなりゃいいんでしょって小2ぐらいでいたり悟りが早すぎる。早いね
でもなんか大人びてたよ、ちっちゃい時から。あ、考える時間はいっぱいあったからさ、なんだろう、他の小児のやつずっと子供みたいだなと思って育ってるところは結構あって、ほんとね、よく覚えてるのはさ、うん、あの周りね、友達とかと帰ってて、うん、小学生とかになるとさ、なんかもう今週末さって家族と飯食いに行くんだけどさ、うんうん、ちょっとだりんだけどみたいな、はいはい、でなんか別楽しくないしみたいな、うんうん、というわけやんか、うん、で俺はそれを笑って聞きながら、俺は今日食う飯を心配してるわけで、なんかもう次元が違うんだよね、なんか、うんうん、一緒のところにいるのに、そうそう、うん、でこいつは一体何を言っているんだっていう感覚を、うんうん、もうその時から思ってたの。もはや理解できねえぐらいの、そうそう、うん、めちゃめちゃ贅沢やけど、まあでもそれについて羨ましいとかじゃなくて、もう分析を始めてるんだよね。あ、そうなの。あ、なるほど、よそのうちはこんな感じなのねみたいな。うん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 。そうで俺はもう外で人気者になることをこう目標にこう生き始めるわけだから、うん、でまあこう面白いこと言ってりゃ人気者になるし、で運動神経もそんなに悪い方じゃなかったから、うんうん、そうそう、まあまあこうやったら人気者になれるんだなってやつはどんどん獲得してたよね。そうなんすね、うん、でもある意味じゃあその時はその考えながらやってて、うん、でまあ、もうそれがもうなんか板についたというか、そうそう、自然とできるな。俺あの小学校中学校合わせて13回ぐらい引っ越してんの俺。え、あの母ちゃんが逃げるから、あ、おー、うん、そっかそっか、逃げるで学校変わるだから、うん、あのさよならも告げずに逃げるなんてことザラだったから、あ、へー、普通イメージ。俺その時ねバスケやってたんだけど、はい、そうそう、あのミニバスみたいなやつ入ってて、はい、先週までこっちチーム、次の週から相手チームとして立ちはだかれた。結構、お前なんでそっちいんのみたいなやつが普通にあったから。すげえ現象だ。そうそう。でも13回引っ越し、小中でやったってことは、うん、13回自己紹介をしてるわけよね。確かに。そうなるとね、もう面白い自己紹介とかでき始めるんだよね、なんか。なるほどな。とかっていう経験は大きいよ。確かに。でその新しい環境でまた友達作らないといけないですもんね。人間関係を一から作るってことを山ほどやってきた。同学年より全然やってる。うん、そうそう、なんか13回確かにすげえな。でしょ、うん、だってもう1年いないんだから、うん、本当ですよね。だって9年間ですもんね、小中やったらね。でなんかその後半ぐらいになってくると、どうせなんかここもすぐいなくなんでしょうと思う、うん、ってたらさ、なんか早く結果出さないかみたいな気持ちになってくるわけよね、うん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 、早く面白い人と認められないとゆっくり馴染もうなんて思ってたら忘れされるだけだみたいな感覚にもだんだんなってくるわけよ。俺に時間はねえ、そうスタートダッシュつかみが大事みたいなの感じではある。そうなんだ。で中学校の時もすげえ貧乏だったから、うん、中学からバイトしてるの、中学校でバイトやってると、そのバイト先 の, あの工事現場で働いてたんだけど、うんうんうん、解体業か解体のとこでやったんだけど、はい、まあ、バイトの大学生とかいっぱいいるんだよね、うん、でその大学生にめちゃくちゃ可愛がってもらってたの。あ、そうなんですね。 それはまたでかいよね。あの通常の中学生が出会わない世界にこう、そうですね、そうそう、うんうんうん、まあ、なんか飲みとかも連れてってもらったし、うんうん、でやってるとまあまあ、で学校で会ってる人たちなんでさ、なんか子供にしか見えないわ、まあね、事実ね。そうそう、おお、うんうん、なんかそんな感じだったね。ああ、なんかあのここにいる子たちも多分いろんな大人に会ってるから、なんかこう大人びてますよね、うん、だと思う。多分同じ感じだと思う、うん、みんな年齢分かんないですよね、うん、君は一体何歳みたいな、中3みたいな、ね、兆候みたいな。そうなんだよ、うんうん、だからいい経験だと思うんだよね、うんうん、なんか本当象徴的な話も結構いっぱいあって、うん、なんかつい先週の話だけど、はい、小2ぐらいから不登校で、はい、今高校1年生になった女の子がいて、うん、小2から不登校で小学校と中学校全部不登校ね。ほう。でもう中学校入ったぐらいから高校生にはなりたいってなって、うんうん、まあ、受験勉強やって今高校1年生高校入れたんだけど、うんうん、四季の高校行ってんだね、うんうん、で、その一方でさっきのフードファイターみたいなおばちゃんがいるって言ったじゃん。ほぼホームレスみたいな感じで異臭もするし、うん、ボロボロの格好もしてるし、あのでおばちゃんが飯食いに来てて、でその高校生もここで一緒にいるわけやん、うん、でその高校行った子がその四季ので四季の高校行って、うん、でお昼ご飯を友達と食べてたんだって、うん、だから女子高生たちと食べてたんだよ、うんうんうん、そしたらそこにあのホームレスみたいな格好したおばちゃんが通りかかったんだって、うんうん、ボロボロの格好した異臭を漂わせながらね、うん、でそのおばちゃんがあの
ドーナツをおもむろにその女子高生グループに配り始めたんだって。ミニドーナツで、そのミニドーナツもここにあったやつなんだけど、あの勝手に持って帰ってて、なんで持って帰ってんだろうと思ったら多分配ってない。そこにいたんだって。で俺思うんだけど、うん、女子高生だったらさ、そんな人いたらさ、うわ何ってなるやん。そうっすね、怖いってね、なるでしょ。なるなる。でもここに来たその女の子は、私この子ちゃん知ってるよってやつを堂々とみんなに言ったんだって。あ、へえ、もうすごくない？すごいすごい。でも普通の高校だったら多分そうならんぞ。うん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 。そう、え、なんで言ったんみたいな話してたら、いや別に普通に知ってるからみたいな。みんななんかキョトンとしてたし、うんうん、なんかいや別に怪しくないよってことを言おうかなと思ってって話をするわけよ。へ、すごくないと思って。すごいすごい。そう、でも小学校中学校不登校だったけど、もうここでいろんな人と会ってよかったなと思って。いや本当っす ねすごいな。なんか今自分だったら結構弱いからこう知らないふりとか一瞬しちゃいそうだな。するする。俺いまだに多分もらってそのドーナツ食わんと思うもん、ね、何入ってるか分かんねえから捨てると思うもんね。あんた立派ねっていう話を。いやーそうなんや、すげえな。そうそう、なんか大事なことよねと思って、ね、なんか多少のことじゃ多分変な人いっぱい見てるから、うん、社会に出て多分ね、うん、そんなに驚かないと思うんだよね。そうっすね、肝が座りそうっす ねいやあの人に比べるとみたいな感じあると思うんだけど、いるいるこんぐらいいるみたいなね、うん、でもそれってあの今の社会でなかなかみんな持ってないやつだったりするからね。そうっすね。やっぱこの僕特に小学校から高校までは基本的にあの同い年の子同士で区切られるじゃないですか、うん、あれそしたらもう1個上ですらこうなんか先輩だみたいな、うん、1個下後輩だみたいな、全然大人だったらそうじゃないのに、うん、なんかあれすごい違和感というか、クソほど狭いよね。狭すぎ、そのクソほど狭い世界を全てだと思い込んでさ死んじゃう子とかいるわけじゃんね、うん、まあ、そこで生きれないから、ね、確かにもったいなくねえと思う。いやほんとそうっすね。いっぱいいるぜって、ヤクザもいるしホームレスもいいんだぜ世の中って、うんうんうん、うん、そっちどっかに行き場所あるかもよみたいな。うん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 。思うけどね。いや本当っすね。